アメリカはまあ好きではないです。アメリカに行きたいと思って行ったんじゃなくて、その技術を求めるためにしょうがない行くしかないと決めたんです。いつから行くんですか？また15日、月曜日。早っ。まあ5月だと思うんで、もうしっかり作んないとなって。ずっと行ってるってことですか？3、4ヶ月。そうですよ。もうちょっとこっちで。いや、そういうのはダメなんですよ。そういうのはダメなんです。そんな甘えてたら。他にも人生楽しいこといっぱいありますよ。ありますよ。ありますけど、自分はこれにかけてるんで。で、応援してくれる人もいるんで、でその期待に応えたいし、格闘技っていうものをもっとこう広めたいんで、そのために自分は帰ってきたんで。